ストライプのパンツ。カズヤくんだよね。めっちゃかわいい。いいかな。私水族館初めてなんだ。詳しいの？すごい。ありがとう。またね、和也くん。待った？どうかな。はい、ありがとうございます。どうせ一日だけの付き合いなんだから。ちょっと和也くん、ちょっと行こう。あなたね、どういうつもり？バカなの？だいたいさっきから何？バカなの？ってんじゃん、そういう約束じゃん。ただまだ続ける？おい、何？ちょっとまだ。はじめまして、水原千鶴と言います。バディのベッピンを連れてきてるわね。結構有料バディ。もうセックスはしたのか？じゃあ、ね、え、うちのおばあちゃんもだからヤバいって言ってるでしょ。千鶴姫。これちょっと、そこの八面にレイダーお嬢さんに育ったんだった。ばあちゃんにも謝って。また呼んで。バカ。誰にも言わないで。ええ、そうよ。ったく。はあ！水原さん？水原さんだよね。限定あるんだね。なんであんたがここにいんのよ。なんでここに住んでんのかって聞いてんの。はあ？本当1時間、あ、いや30分。はあ？はあ？出てって。私どこへだって。俺の彼女になってくれ。じゃあ行こっか。カズヤ、こんなと引き分かれた妹か。やめろ。失礼だろ。水原と言います。来るだろうカズヤ。おだところさ。ごめん。どういうつもり。はあ？はあ、私のカズヤさんを。私でよければ相手するから。はじめましてですよね。鍵をかけ忘れ。で何？え？一応。勘違いしないで。なんか見るの？お久しぶりです。あだ。まあ。なーに？二人で秘密の話？ケホケホ。まあ。俺には不釣り合いだよな。カズヤさーん。いえ。
ええ、頑張ったじゃない。大丈夫なの？怪我。え、みんなすぐ忘れるわ。ありがとう。楽しかった。バカ。少しなら。ねえ、ちょっと嘘でしょ。ねえ、冗談やめてよ。どういうつもりよ。当然でしょ、彼女なんだから。ねえ、キモいんだけど。どいてよ。そう、サンキュー。ちょっとおばあちゃん、手伝ってくれる？貧乏って大げさな。おう、ストップ。階段で行って。いに、これを気にじゃない。はあ、何よ。ああ、もう最悪。にしても、水原の浴衣姿パネ。もういいわ。いいわね。何よ、この丈夫なヒップ。千鶴姫はまさに隅々まで綺麗に洗わせていたな。それは、うん、乾杯。うん、おいしい。それタレじゃないの？ほんとバカね。普通に笑うこともあるんだな。え、別にいいじゃない。この部屋で寝ればいいじゃない。いらっしゃい。私が手取り足取り。え、いや、なんて顔してんの。こう受ける権利があるの。少しでも手を出してきたら。おやすみ。成長したいってお客さんも多いから、騙してる以上できる限り早く。もう少し付き合ってみることにしました。ええ、まあ。状況を整理します。お待たせしました。やっぱり彼女モードの水原はえぐい。ごちそうさま。でも前向きに、放っておいたりしないから。じゃあ割引に。さあ帰りましょう。どうも。まあ別にいいけど。もしもし。ちと別に。おお、すごい。あ、はい。そうそう、いいね。おい、ちょっと待って、これ見ていいのか。た、楽しい。夢中になっちゃって。何？ん、別にいらないんならいい。いるいる。これくらいは普通に。
レンタル彼女ですよね。え？あの子にレンタル彼女だってバレてる。まだ確信はないのかも。なんだか誤解してるみたいなんだけど。え？ちょっとルカちゃん。はい、したよ。廉価のこれってもう、ま、それよね。いいやつだな。帰るわ。え、今の声阻害しないと。別件ならいいってこともないわよ。ためらわないなんて。お好きに。願いなら。いら好きじゃねえよ。いいの？どう盛り上がりだって。あっ、ちょ、もう好きなのは知ってます。お試しだって言ってるし。え、まさか男手玉に取って喜ぶってタイプでもなさそうだし。ん？可能性の一切を。ごめんね、終電の時間嘘なの。やっぱ付き合うならイケメンよね。水原、あなた、はあ、キス、はあ、恋人、あなたどこから。あれはその、うくしー昼間。シンプルなストーカーじゃない。ほっとけなくて。はい、男の人の意見とかあった方がいいでしょ。そのためにルカちゃんのことプレゼントとかじゃないから。どうしようもない俺の人生は。泣いてる。振られちゃった。ああ、水原、地下鉄以外で帰って。え、彼女だから。彼女だっつってるんだからプレゼントくらい普通でしょ。人生相談を言っててひどいな。食事しながら初詣だから半日がかりになっちまう。ちゃんとお代はもらうからね。おばあさん、明けましておめでとうございます。知り合いか。何か心当たりあるの。彼女です。カズヤ君の彼女で言いたいのは。あ、何よ。ああ、千鶴さんですか。やだ、あんまり見つめないで。お願いがあって。はあ、お願い。わあ、メリーゴーランドもある。私ずっとここ来たかったんだ。じゃあ一人で行こっかな。声や喋り方や仕草まで。ごめん、怖いの苦手で。うわあ、当たった。今当たった。ぶってんだ俺は。シュン君って面白いんだね。ありがとうございます。傷口に貼る
絆創膏くらいにはなりたいなって。逆に本気になるなんて。そうだね、どうかな。かかっ。ごめん、私もどうしても会いたくなっちゃって。どうも。セイタっていいことないわよ。付き合うわ、忘れるまで。ダメダメ、集中。よし。え？ってことは？歌って。あまりそういった話は。和也さんのこと、絵師です。え？和也さんは私の彼氏です。待ってください。まだ話は終わってない。ちゃんと考えてください。誰かをちゃんと好きになるって、私を一生幸せにしてくれる人かもしれないって考えたことはありますか？邪魔なんだけど。あ？だとしたらごめんなさい。あなたに彼女作ってあげられなかった。あなたの気持ちが白い足が好きなんだ。それは変わらないするわ。いい。え？君が。え？どういう意味？どういうこと？紛らわしい言い方しないでよ。何よ、thank you.